ちは。羽生です。こんにちは、羽生。フィギュアモンです。先日のライブ配信は、羽生結弦選手がプロ転向し、公式 YouTube チャンネルを開設してから記念すべき第1回目のライブ配信でした。そしてライブに世界中からたくさんの素敵な羽生結弦ファンにご参加いただき、本当にありがとうございました。本当にたくさんの方々が支えてくださって、本当に本当にフィギュアモンは幸せ者です。かなり。ってことで、今日はみんながちょっと気になっているあの噂について検証していこうと思います。何の噂かって、それは東京お台場にあるマダムタッソーの羽生結弦選手の等身大フィギュアが、ろう人形がとにかく実物に似てないって噂なんですよね。今2022年8月マダムタッソー東京に行くと、現在のバージョンは見ることができるんですが、旧バージョンのフィギュアは見ることができません。なので今日は実際にフィギュアモンが行ってきた時に撮影した2022年の新バージョンと2015年の旧バージョン、そして実物の人間の羽生結弦選手をいろんな角度から徹底的に比べてみようかなって思います。 OK。 あれ似てないよと言ってしまえば、まあそれまでなんですが、実際に行ってみないとわからないことが実はたくさんありました。かなり。なのでそこのところと、あとは2015年に行った時に開催されていた元素直さんの写真展や、羽生選手の他にもたくさん有名人の等身大フィギュアが飾られていましたので、その様子をご紹介しながら検証していこうと思います。そして最後にはまだ残っていた素敵な7月のファンニューライフをお届けしますので、ぜひ最後までお楽しみにしていてくださいね。OK。 こんな感じでこのチャンネルは羽生結弦選手フィギュアスケートに関する話題を毎回ご紹介しています。何をしますか。プロになった羽生結弦選手を全力応援していきたいっていう方は、ぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。チャンネル登録をすると動画以外にコミュニティの配信を受け取れるようになります。本当に。はい、このコミュニティではリアルタイムの情報を不定期で発信しています。すごい。動画ではタイムラグのある情報も、コミュニティではタイムリーでお得な話題をお届けしています。また9月に始まったメンバーシップでは、7月23日で10ヶ月目を迎えて、より喉の濃い情報、メンバーにしか明かせない情報をメンバー限定で発信しています。メンバーシップの内容に興味がある方は、メンバーになるボタン、または説明欄のメンバーシップのリンクをクリックすると、説明動画と特典が確認できますので、ぜひ見てみてくださいね。 OK。 ってことで、まずは実物の羽生選手を頭に残しておくために、2015年7月17日から8月31日までマダムタッソー内で開かれていたマダムタッソー東京プレゼンツ羽生結弦写真展フォトバイ能登素直、この様子からご紹介していきます。やっと来た。2015年のこの写真展は撮影カーだったのが、ちょっと今ではねなかなかないかななんて思ってしまいましたね。本当に本当に。現在開催されている羽生結弦展は、飾られているお写真すべてが撮影不可ですからね。思い返してみると、2015年当時でも十分人気がありましたが、2022年の現在の方が格段に人気が高まっていることがわかります。すいません、めっちゃ今改めて見るとちょっと懐かしいお写真ばかりの写真展ですので、ぜひ初々しい羽生選手のお写真をお楽しみくださいね。で、後から出てくる等身大フィギュアと比較するために、なるべく写真のお顔を覚えておいてください。それではご覧ください。はい、若い、なんかパリの散歩道です。まあ、言わなくても皆さん分かってると思いますが、顎ら辺ですかね、ちょっと可愛らしい感じが残ってるっていう風に思いませんか。
このランジもなんだかわかんないけどどこかがういういしい、そんなポーズですね。この足上げも今でもやりますがね、なんかやっぱり顔ですね、顎らへん、この辺がなんか可愛らしいです。でこれはザ・ファイナルタイムトラベラー、あんまりね今ではやってくれることはないんですが、この衣装も良かったですね。はい、これはとても有名なオペラ座の怪人ですね。すごく素敵なお写真ですよね。でこれが初代バラ市ですね。フィギュエモンが大好きな衣装です。でこの文字もね少しなんだか幼い感じ、今と比べるとですね。2014年7月17日ということで8年前ですかね。はい、このお写真は最近発売のナンバープラスのあの時期ぐらいですかね。あの表紙の、あ、このブライアン・オーサーとの抱き合う姿もなんかいいですね。感動的です。すごく満足してるのかな、お顔がね。でこのオペラ座の怪人の嬉しそうな写真です。やっぱり羽生選手はね勝った時が嬉しそうな顔しますよね。この写真も多分その2015年2014年頃ですかね。あー、なんかブライアン・オーサーとこう並んで写真撮るのが初めてかなぐらいですかね。でこれが2015年のファンタジー・オン・アイスのビリーブですね。最初はねビリーブでこのお衣装着てたんだなっていうのを思い出しました。結構昔の記憶だったんでね、思い出すの大変だったんですが、やっぱりこの時と2021年これですね、ワールドの時のエキシビジョンとはやっぱり顔が違いますね。同じようでいてやっぱり違う感じがします。左が2015年、右が2021年です。うん、やっぱり顎のラインですかね、ここに大人になったかっていうのが出るかなって思います。でこのお写真がファンタジーオンアイス2015年のものですね。はい、ちょっとロック調のね曲で、この時にしてはちょっと珍しいようなそんな感じのお写真ですかね。はい、でこのお衣装ブルーのね、なんかこれはこれでこの写真すごく感動的なんですよね。待ち時間なのかなちょっとわかんないんですが、すごくいい一コマだなっていう風に思います。でこれが羽生選手の手形ですね。まあ今も置いてあるんですが、この頃からありましたね。これ2015年撮影したものです。でこの新ロミオとジュリエット、この写真もまあちょっとあんまり見ないお写真でいいですね。でこれね糸電話かなってちょっと思いきや、よーく見るとね、はい、iPhone じゃないんですよね。何でしたっけ、音楽聴くやつですでこのお写真結構私好きなんですよ。このお写真を見るとなんかね、昔の女優さん思い出します。でこれが2015年ドリームオンアイスの初めて生命を披露した時ですね。でこのあまり着たことがないというちょっと重い衣装ですね。初代の生命の衣装を着てます。で奥に見えるのがねプルシェンコですね。ドリームオンアイス出てたんですね。はい、で珍しいこの黒シャツの1枚で、これが天と地のレクイエムですね。美しいです。はい、この写真は割とよく見るような気がしますが、いかがでしたか？
結構なボリュームがありましたよね。すごいね。これで羽生選手の昔のお顔は皆さん分かったと思います。そんなに変わってないにしろ、やはり一瞬を切り取った鮮明な写真を見ると、今とは結構違っているところも見えたのではないでしょうか。はい。で、昔の顔を堪能したところで、この時同時に公開された、ついこの前まで飾られていた旧バージョンですね、これを実際にご覧ください。はい。いやー、どうですか？私ね、全然似てないなと思ったんですけど、ごめんなさい、この2015年の羽生選手はあんまりね、動画っていう感じに思ってなかったんで、はい、ちょっと本物と比べてみました。いかがでしょうか？横に並べると似てる似てない、どうなんだろう。私あの蝋人形だけ見ると全然似てないなと思ったんですが、まあ、横に並べてみると、まあ全くなくはないなっていうことで、はい、先日行ってきました、マダムタッソー。なんか様子が変わってましたね。中も全然変わってました。これね、行くの2回目だったんですけども、なんか楽しげですよね。はい、ブラッド・ピットで、これあのエスカレーター、エレベーター降りるといきなりこの人形が現れます。で、ブラピですね2015年の時もね、結構これ押してましたけど、まだ押してましたね。で、今回フィギュエモンプーさんとツーショットです。チュはい、ファミリーになりたいです、ということで、じゃんファミリーです、ロイヤルファミリーです。はい、安倍さんの手にも乗っちゃいましたよ。どうでしょうか、なかなかハマっててね、えいいんじゃないでしょうか。安倍さん家にいそうな雰囲気。はい、ダイアナさんの方にも乗ってみました。いかがですか？はい、一番似合うこのフィギュアモンプーさんと博士太郎さんめちゃくちゃ似合うんですが、はい、こっちも似合いますね。はい、姿さんどうですか？まあ、人形のね、質が高いというかね。で、こちらもティファニーで朝食を by フィギュアモンプーさんということで、あなたが食べられちゃうんじゃないかっていうような位置にいますが、大丈夫でしょうか？はい、一緒にトレーニングします。フィギュアモンプーさんもトレーニングです、ベッカムとどうでしょうか、同じ方向向いてます。で、こっちにはカズさんですねすごい似てる。はい、で、これがね、あの羽生選手の2015年当時からあった映像ですので、まあ昔のやつなんですが、こんな感じでね、海外の美女たちに囲まれながら、お顔のサイズ、体のサイズを測ってるっていうこのシーンですね。面白いんだけどね。なんか可愛いんですよね。羽生選手の顔がさ、本当に、ね、ただ測られてるのに、この、可愛らしさっていうのはさすがだなと思っちゃいました。愛される選手ですね。これ見るとすごい思っちゃいますね。こうやって笑顔をパッと作れるっていうのが素晴らしいですね。で、この左側のいた女性、すごい好きなんじゃないかなっていうぐらいすごい笑顔でしたね。で、このね、目の色を選んでいるっていう、若干グロテスクというかね、鬼太郎みたいな感じなんですけど、羽生選手こんなシーンでも可愛らしくね、こう目の色をやって笑顔で、私だったらちょっと笑顔は無理ですね、怖いです、目ん玉ばっかりあってね、こんなとこも写真撮られてね、どんだけ神対応なんでしょうね。目ん玉持ってこの笑顔
はい、なんでこんな可愛いんでしょうか。おかしいでしょう。目ん玉持ってこの可愛さ羽生選手しかありえないと思います。でね、まあ世界一顔がちっちゃいんじゃないかっていうぐらいのこの顔を測ってますけど、どうやって測ってんですかね。これよくわかんないですねこれ測れてんのかなね、普通の人だとどこなんだろう。全然サイズがね、普通の人と違うとは思うんですが。で、手を挙げます。すごいね、まあ、これでフィギュアを作ってるっていうことなんですけど、やっぱり本物の方がいいなって思いました。で、このねコメント、2015年の時は確か聞こえてたような気がするんですけど、今聞こえてなかったですね。で、ネックレスもね、この頃はよく見たことないのをしてて、へーみたいな感じですよね、今見るとね。2015年かな、多分撮ったのが。この T シャツもね、何の T シャツなんだろうなんて思いながら見てました。で、この映像の後ですね、この貴重な体験でした、ずっとワクワクしながら楽しめました、本当にありがとうございましたっていうのがね、まあその通りかなっていうようなお顔してました。で、これです。はい、これが今の等身大フィギュア、フィギュエモンプーさんとツーショットでーす。はい、どうですか、似てますどうだろう。ちょっとね、このフィギュアって高い台に立ってるんですよ。なので見るときにちょっと見上げるようなね感じになるんです。はい、これね、見た目よりもちょっと段がある感じで、はい、バッグです、これ紫オリジン様のバッグだけど、このためにね伊藤さとみさんが作ったそうなので、若干衣装が、印象がね、なんか違うなっていうところはあるんですが、同じ生地で作られたのかな。はい、この映像なんかどうですかね、割と似てる方じゃないかななんて思うんですが、いかがでしょうか。で、フィギュエモンが思ったのは、いろんなところから撮影してみると、はい、で、この羽生選手、もちろん実物の方がねこれいいんですが、上から撮った方が似てるかなっていう感じがしましたね。で、実際このお写真とかも、上から撮ってることが多いじゃないですか、カメラマンの人ね。なので、まあ、手を伸ばしてね撮影したりしました。そしたら若干似てるみたいな。これなんかね、結構手伸ばしましたよ。どうですかね、これ。割と似てるような。真横とかちょっと上からすると、はい。いろんな写真で並べましたが、似てるかなっていうところはありましたね。まあ髪型もね、昔とはちょっと違ってる感じになってますね。はい。本物と並べてみると、どれが本物かわからないっていうわけではありませんが、まあすごい違和感っていうわけではないかなって思いませんかね。はい、いろんな感じで並べてみましたこれ割といいショットかななんて思います。やっぱこの紫オリジン様綺麗だね。で、2015年の羽生選手とここのね4つ並べてみました。どうですかね、全部羽生選手ですけども、はい、まあ、どれがお気に入りかなって、まあ当たり前に本人がいいとは思うんですが、はい、これもね飾られてましたね、等身大フィギュアの後ろですかね、にこんな感じで飾られてて、生地がこんな感じっていう展示もされてました。で、2015年に書いたものですかね、これね、日付が、それも展示されてましたね。で、今年バージョンの手形です。で、合わせたところをちょっとね映像でお見せします。これね、ちょっと羽生選手がで大きいような感じに見えつつもですね、やっぱり手のひらのところが私の方が大きかったです。で、はい、マイケル・ジャクソンで、
まおちゃんですね。これは2015年の時のものですね。まおちゃんの方がね、似てるっていうお声が多かったし、実際私もね、これなんかね、すごく似てますよね。そっくりです。で、この、後ろから見たところもね、この背中のたるみっていうか、あの、衣装のたるみ、それがすごい似てるなぁなんて思いました。で、これです。ちょっとね、今年撮れなかったんでお見せします。2015年のマツコデラックスさんです。じゃーん。似てるよね、これ。めっちゃ似てる。OK。お楽しみいただけましたでしょうか。ただの等身大フィギュアじゃない。そうね、思ってしまうところなんですが、実際に行ってみるととっても楽しくて時間を忘れてしまう、そんなひとときでした。はい、東京のお台場にありますので、近くに行ったときはぜひ行ってみてくださいね。ていていということで、ここからはフィギュエモン7月の搬入ライフってことで、はい、恵比寿駅に来てます。めっちゃ楽しみ。ワクワク。どこに行くのでしょうか。はい。まあ、方向としては、恵比寿ガーデンプレイスの方向に向かって、この歩く歩道ね、ちょっと長いんですが、これで歩いていきます。でもこれがなかなかね、ワクワクするんですよ。ちょっと東京駅のディズニーランドに行く途中の歩く歩道みたいな、あっという間にもう着いちゃいました。地上に出て向かいます。はい、こちら東京都写真美術館です。パチリ、ちょっとね、雨降ってる日でした。で、こんな感じで、はい、見えましたかね、ぼやけてたけど、はい、瞬間の記憶、スポーツ報知の報道写真展に来ました。はい、こんな感じで結構パネルがあったりして、ちょっとワクワクする感じで。うわぁ、なんか野球なんですね。めっちゃ入り口のところは野球でした。おー、これ、あのパンフレットのですね。おー、長島さん。で、これです。スポーツ報知の年表に。ソチ五輪のフィギュアスケート男子シングルで羽生結弦が金メダルを獲得。こんな感じなんですよね。ほんと美術館っぽい感じの飾り方で、空間がすごいだだっ広くて、で、こんな感じでパネルがね、ぶら下げてあったりして、面白かったですね。へえ、すごい綺麗と思って、まあ、ただね、野球だからね、あんま興味ないけど打たれちゃうよ、フィギュエモンプーさん。はい。どうですか？こんな感じです。予想外と思って。で、羽生選手。いたいた。あ、こっちにもいた。お、これ新聞ですね。さすがスポーツ報知。新聞も一緒に掲示されてて。はい、フィギュアモンプーさんとパチリです。はい、ピョンチャンオリンピックの時の生命もいましたね。もちろん新聞付きです。おー、こんな紙面だったんだ。いいね。はい、こちらは北京オリンピックのロンカップ様、演技始まる前の瞬間の写真だそうです。こちら、肌の内側から生命感がみなぎるような輝きをもたらす化粧水です。で、お決まりの写真じゃない、新聞ですね。そう、これ荒川さんもいたんですよ。おー、ちょっと撮ってみました。一緒にナバウアー。
手が向こうに行かないです。一生懸命イナバウアー。ねえ、こんな感じですごく綺麗に。おお、こちら目玉です。羽生選手の北京オリンピックのエキシビジョンの時のお写真です。この写真が本当に大きくて、こんなに寄っても今そんなに画像荒れてなかったと思うんですけど、それだけこのお写真が本当に大きかったです。フィギュアモンプーさんめっちゃ見てます。いいな、いいなってことで何回も行ったり来たりしました。ねえ、こんな感じで大きさわかるかな？人の背より全然ありましたよ。本当に大きいパネルです。で、フィギュアモンプーさん、チューみたいな。はい、この写真どこかで見たことありますね。先日のライブ配信のサムネの写真です。こちらでした。こんにちは、羽生結弦です。こちらの商品は、雪肌精みやびアルティメイトローションです。ビタミン C を豊富に含有したハトムギ R2 を新開発し、新たなハトムギの力で潤いを与えることで極上の透明感を呼び覚まし、肌の内側から生命感がみなぎるような輝きをもたらす化粧水です。こんな素敵な写真展が無料で見れるなんて本当言ってよかったです。で、これがチラシです。はい、こちら、これがメインのチラシですね。はい、裏もちゃんとあります。で、これがメインなんですが、こちら、はい、この写真集ね、買われた方たくさんいらっしゃると思いますが、このチラシがね、良かったです。これ A4 の紙なんですが、半分ぐらいですかね、この羽生選手のお写真があります。まあ、本当素敵ですよね。この写真展はスポーツ報知のものでしたが、過去に読売新聞の報道展など開催されたことは知っていたんですが、こうしてね、出向いたのは初めてでした。正直なところ写真があるだけでしょ。まあね、羽生選手の写真どれぐらいあるのかな、まあそんな感じで、そんなに期待しないで行ったんですが、結果的にはめちゃめちゃ幸せな気分になりました。同じ写真でも大きいっていうだけで、その空間の演出がされていると本当に素敵な空間になるんだ、そういうことに気づかされる報道写真展でした。まあ、次回また開催される時にはぜひ行きたいなって思います。いかがでしたでしょうか？楽しかったですか？今日はほとんどがロケの動画というね、フィギュアモンの地球儀のこのチャンネルにしては珍しい作りでした。外で撮影するのは大変なことも結構あるんですが、でも撮影している最中は夢中になって楽しんで撮ってました。まあ、それが皆さんにも伝われば嬉しいなって思います。ということで最後にお知らせです。Okay. コミュニティでもお知らせしましたが、8月27日土曜日夜に日本の地上波テレビ、日本テレビの24時間テレビ45で、羽生結弦選手プロ転向後テレビ初演技として被災地へ、17歳少女へ思いを込めたスペシャルアイスショーが放送されます。この時にどのプログラムを披露するのかはまだ分かりませんが、サプライズがあると羽生選手は言っているので、そこもかなり楽しみですよね。で、このアイスショーの後にライブ配信を予定します。羽生選手のアイスショーの時間が決まったら決定しようと思います。ぜひ皆さんで羽生選手の演技を堪能してから、楽しくみんなでお話ししましょう。いいですね。ではフィギュアモンでした。さようなら、バイバーイ。
頑張る。